兄弟ドカーン。皆さんこんにちは、ランランのモモにございます。よろしくどうぞ。はぁ、今日はですね、ちょっと自炊をいろいろしたいなと思ってまして、ご飯を作りたいと思うので、ご飯を作っていきたいと思います。これ喋りながらやってたら、フォーエバーかかりてしまうので、もう今からはもう職人のように、本気モードのももちゃんでやっていきたいと思うので、皆さん見逃すなよ。アテレコももちゃんお願いします。どうも、アテレコももです。今から胸肉で2品作っていくで。ちょっと待ちなあれ、それ2枚目の胸肉やで、まだ違う料理をやで、それマムちゃん。あははやないのよ。さっさっさーとね、切っていきます。声ガスガスじゃね、今日結構ね、大きめに切っちゃってください。さあ、出来上がりました。今から袋に入れちゃってください。いや、ぐいしょ。さあ、この胸肉に下味をつけていきたいと思いますよ。タラーンとね。まずはポッカレモン5発パンパカパンパンパン。続いて生姜をドゥブぐらい、ほんでニンニクをドゥブぐらい入れて、次マヨネーズをですね、タラリラララぐらい入れてください。こうビニールが破れてないか手に匂いって確認するけど、これ続いてお酒ね、お肉が柔らかくなると願う願うって感じです。知りません。ドーカーとね、袋に入れるから難しいんだよね。だいたい大さじ2杯ぐらい入れてください。飲みたい飲みたい。もんでく、もんでく、もんで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 く。お醤油入れるよ、3発ね、3発もみもみもみとね。胸肉フィーバータイム。胸肉ちゃん、お酒と醤油で嫌なこと全部忘れてん。さあ、続いて、わての名前は片栗粉、人にとろみをつかせせせせせ。あとはね、なんか胸肉が柔らかくなるんですよね、知りませんけど。ほんならね、お酒が入った胸肉がね、ちょっとね、酔っ払っちゃってるからね、ちょっと涼しいとこでも行こうや言うて、別の場所、そう、冷蔵庫にエスコートしてあげてちょうだい。2枚目の胸肉を調理していく。あんたは私の胸で、タンテカタンテンタン、ミンチにしていくよ。皮ひっぺがすけど、後で使うからね。ほんでね、あの切り込み先入れた方が楽やで、みんな先切り込み入れてや。ほんでね、まあスーパーでね、ミンチにね、最初からしてくれてるやつあったんやけどね、あの自分でね、ごっついね、胸肉を切った方がね、値段的に安かったの。だからね、節約したい時もう自分でしばいてってちょうだい。オッケー。見て、みんな、この小指ちゃん可愛くね、なんか鍵格好みたいな小指で作ってる感じですか。すごい、トントンしばいてさ、イライラしてんの？イライラしてんじゃん。こういう時ね、一回こうね、折り混ぜて折り混ぜてってやってくださいね。こうね、奥が切れてないパターンもあるんですよ。なんでね、ちゃんとあのこの地面になってくれてる側をちゃんとこうね、やってこう、こね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 回してくださいね。でもね、手はあったかいからね、腐りやすくなるから、急いで調理する。そしてね、皮はちょっと大きめに切ったらね、ジューシーさがいい感じに仕上がってくれますんでね。大きめに切りましょう。てか、皮って切りにくいな。私、この一枚の皮でさえ、もう途中で、もうなんか、ハサミで切った方が早いんちゃうみたいな。でも、そんなんやったらまた、洗い物増えるでしょ。もうだからもう今、いやいや、イライラしながらやけど、もう包丁で切ってる。ハサミの方が、包丁より早い時って、ありますよね、主婦の皆さん。私ももう、この時ももう、もう、皮って嫌わ。まあ、美味しいんやけどね。でもね、あの焼き鳥とかでもね、私実はね、あの柔らかい皮よりね、あのカリッと揚げてるようなね、あの福岡とかのね、皮が好きやねん。うん、そんな話はどうでもいいんですけどね。もうこれまた肉切ってるね。はい、お肉フィーバー行くよ。はい、
よいしょ。まあ、今ちょっと多分あんま切れてないでっかいところをゴツ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 切ってってる感じですわ。ね。何を見てるんや。言う場合やないんですよ。最後まで見ててちょうだいよ、本当にね。ほんま。もう喋ることなくなったわ。なんでここ早送りせえへんかってん。早送りしたらあかんで、ほら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 、仕上げにほら、見て、このやったことないことやってる、やったことないことこれ。まあ、とりあえずね、まあ、おっきいとこがあってもね、そこはね、そこでね、旨味になるんですけど、ある程度はね、全体的に細かく切ってほしいなっていうのが、私の思いでございます。もう嫌なってます、こっちもね。もういつまで切んねん、これってね。最初からミンチ買えばよかったなんて思ってますけど、節約のためです、これね。見てみーな、この顔も。修行です。もうここまで来たらね。頑張りなさい、ここまで。自分でもミンチにすると決めたんだからね。あ、いい感じになってきてるじゃないの。まとまりがついてます。気になってたよね。いらっしゃいませ。ミンチにした胸肉をね、下味つけていきますよ。ニンニク、ミュ、生姜、ダーキュ、醤油、ちゃんちゃん。ブラックペッパー、もうこんなんもういくらでも入れたらいいね。片栗粉、片栗粉はね、だいたい大さじ2杯。でも、このね、あのまま計量スプーンのまま混ぜていきます。なんて言ったって、洗い物減らす。ここで、お豆腐。お豆腐ね、あの、水抜きしたいからって言ってね、なんかめちゃくちゃ気持ち悪い。何今の。そして、えのき。これ食感大事なんでね、食感のためにえのき入れます。栄養分もね、高いですから入れてください。お卵ちゃん、パン粉ちゃん。大体もう何作るか分かってきたんじゃないですか？危ないよって、うんうん、ね、そうでございます。豆腐ハンバーグでございます。ちょっとね、豆腐少ないかなと思って豆腐を入れて、で、パン粉でね、硬さを調整するって感じでございます。ヤニータイム、いくよね。続いての料理、ごぼうを使っていきます。これ3品目のものでございますね。はい、ごぼう全部切ってまう前にね、あの、お湯を沸かしといてください。そして、また、作業に戻っていくという感じでございます。全部切り終わったらですね、今からボウルにごぼうを入れて、ここにお酢とお水を入れます。アク抜きのためです。そして、こんにゃくをちぎっていきます。これね、あの、顔、なかなか握力いるんですよ。なんで、皆さんは、あの、スプーンとかでね、へそぐ、なんか、こじ取るのがおすすめです。味が染むのでね、あの、ちぎったりこそぐのおすすめです。ラスト2終了。さあ、お湯が沸いたので、こんにゃくを入れて、アクも取れたっぽくて、しっかり洗ってね、ごぼうは。そして、こんにゃくを水で、水湯切る。お湯湯切る。湯切る。湯切る。ごま油で炒めます。もう両方ぶっ込んで。あら！あら！乾燥剤入ったわよ、今。そしてお味噌を入れていきます。いい感じ。お味噌はもうね、ドゥババババぐらいですかね。次の料理、アスパラを使います。さっきのブロックでね、切った胸肉と一緒に炒めるんですよ。エリンギも切っていくわよ。好きな形でいいのよ、こんなのはもうね。思いついたようでいいのよ。さあ、こんにゃくとごぼうの様子も見て、高菜爪が途中でなくなったので一味で補強して、いい感じに冷まし上がった胸肉。さあ、今から胸肉を入れていきまーす。じゃあ、ここでポイントはですね、全部きれいに広げてほしいんですよね。一個一個ちゃんと焼いてる感じでね、あの、ばらしてください。そして、ここから調味料、ソース作っていきます。さっきとあんま変わらんちゃ変わらないんで、まあ、さらにって感じね。アスパラとかと一緒に炒めるためよって感じでございますね。で、ある程度焼けたなと思ったら、一個一個丁寧にひっくり返していってください。これがすごい大事になってきます。適当に炒めるっていうよりは、ちゃんと丁寧に先に、お胸だけ焼いてください。そこに、お野菜ぶっ込み、タレ入れて、お腹にえのきとか入れてな、あの、こう全部きれいに、あの、ソース出るようにしてくださいね。さあ、いい感じなのかしら。ちょっと一回あの、こんにゃくの煮物の方、ちょっと味見してほしいですね。さあ、どうでっか？うん。あら。
ちょっと味が少なかったか、めんつゆと、粉末のだしを入れますね。続いて、まな板をきれいに拭きまして、ここからは、はい、先ほどの豆腐ハンバーグをね、きれいにまな板の上に並べていきます。6個。さあ、先ほど言っていた胸肉の完成でございます。マヨネーズとレモン炒めでございます。チャヌ食べろ。食べた。さすがに食べましたね。さあ、このソースめちゃくちゃ美味しいんですよ。前丸亀さんにもね作ったんですけどね、めちゃくちゃ好評でした。これね、あとは胸がパサパサしてないかどうかだけですけど、綺麗に盛り付けております。誰に食べさせるわけでもねえのにさ、寂しい女だぜ。シンク拭いてね。それさあ、できました。一品目完成。先ほど、胸のブロックのあの炒め物使ったフライパンをきれいに拭いて再利用します。洗いも節約。さあ、味付けし直したこんにゃくはどうなのか。 OK、 いただきました。さあ、今から豆腐ハンバーグを焼いていきます。豆腐ハンバーグはねサラダ油で大丈夫でございますよ。この職人技わかる、このカッと、これでカッとね。ちょっと今回柔らかめなので、一旦コーヒーでねちょっと休憩して、キャベツを使うんですけど、この芯にね今みたいにキッチンペーパーを入れとくとすごい長持ち、ずっとシャキシャキでございます。さあと、うまい。最後あ、滑った。最後、そしてねお水をちょっと入れることでね、蒸します。めちゃくちゃふんわりするんです。そしてこのサバ、さっき切ったキャベツと炒めるんですけど、ちょっとコンロが2口しかないので、ちょっとこいつこんにゃくを避難させます。新しいフライパンを使って今からねキャベツとトレード。今のすごい腕力じゃない。さあ、今からキャベツとさっきのサバ缶を炒めるんですけど、キャベツはもう手でちぎってください。もう切るのめんどくさいから。はい、で缶はね2個出してたけど1個でいけた。でしっかりサバ缶をほぐしてください。ほぐ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 してください。そして追加で玉ねぎも入れちゃおう。前ロケでもらった玉ねぎなんですけどね、淡路のやつなんでね、すごい美味しかった淡路島のやつなんでね。さあ、トントコトン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 とね、これが最後の4品目でございます。お醤油を入れて、生姜、すごい今ランウェイ歩いてたあなた今。そしてお味噌でございます。もうこれだけで十分。ちょっと味足らんなと思った方はね、塩入れてみてください。あとね、あ、鷹の爪ね、鷹の爪も入れてね。ちょっとあったんやな最後ちょっとだけ。これで完成。4品完成。ほんまに4品完成。お疲れ様でした。ごぼうとこんにゃくの味噌煮完成。ごぼう、いただきます。うん、あ、めっちゃちゃんと旬でる。うん、辛さもめっちゃいい感じ。うわうわ嬉しい。めっちゃ美味しい。いい辛さ、後にも良さそう。キャベツとサバの味噌煮完成。うん、うん、サバサバ、うん、サバありがとう。サバとキャベツと玉ねぎの甘み、ゲリよゲリ。うん、続いてこちら、お肉がちゃんと柔らかくできてるかがすごい肝かなと思います。いただきます。あ、うん、うん、おいしい。うん、うん、もうちょい夜間でもよかったぐらいかなと思います。ちょっと愛おしすぎたかもなんですけど、それでもあのささみ独特のパサパサ感よりはお肉って感じがしてめっちゃ美味しいです。
やっぱ今回初めてエリンギを、いつもエリンギ入れないんですけど、エリンギ入れてみたんですけど、エリンギ入れてよかった。なんか追加で入れるならちょっとレモン足したりしたら美味しいんじゃないかなと思います。もうちょいレモンの味あってもよかったな。ほんまこれレモンを切って一緒に炒めるんですけど、まあ、そんな贅沢なことできないんで、ポッカレモンなんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。豆腐ハンバーグでーす、はい、かわいいでしょ。最後にお水入れたんで、だいぶそれでふわふわ感増します。いただきます。普段は皆さんポン酢と食べていただけたらと思います。うん、わっふわやん。うわやば、 もっと食べたい。あ、めっちゃ美味しい。今回ちょっとギリギリまで迷って、結構豆腐をもう一個足したんですけど、あのお肉感が欲しい方は、あのもしよければ豆腐をキムとかに変えた方が、これはどちらかというとふわ感なんで、あの食べ応え欲しい方は、きぬこし豆腐にしていただけ、あ、もめんね、ごめん、もめんにしていただけたらいいんじゃないかなと思います。あと、まあ、今回でミンチを買うより、あのももを、あの胸鶏を自分でしばいた方が良かったって、あの安かったんでそれにしたんですけど、うん、ちゃんとなんかところどころで肉の味もしてめっちゃ美味しいですね。これはこれでめっちゃありかもなって思いました。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。良かったと思った方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。そして、また、こんなん作ってほしいですとかいう例リクエストとかあれば、もしよかったら、送ってください。初めてのちゃんと、がっつり、調理動画だったんで、ちょっとみんなにね楽しんで見ていただけるように、願います。ということで、ごきげんよう。